マルグラット・ダ・マールは、スペイン・カタルーニャ州、バルセロナ県のムニシピ。マルグラット・ダ・マールは、地中海のコスタ・ブラバに面している。サンタス・サンナとブラナスに挟まれており、ブラナスとの間には、トルデラ川が流れている。B-682 号線が、ブラナス、デュレット・ダ・マール、トッサ・ダ・マールとマルグラット・ダ・マールを結んでいる。自治体内には、レンフェの駅があり、鉄道路線が、 バルセロナやマサネット・ダラ・セルバとマルグラット・ダ・マールを結んでいる。地中海に面しているため、自治体の標高は4メートルである。地中海性気候であり、年間を通じて穏やかな気候である。年平均降水量は650ミリメートルである。この町に定住者が現れたのは13世紀か14世紀であり、当時はビラノバ・ダ・パラフォイスと呼ばれていた。初期の入植者は、 あるカステイと呼ばれる丘の上に住居を建てて住んでいた。伝統的にこの町の経済は農業が卓越しており、同時に地中海を用いた海洋商業活動も盛んだったが、19世紀以降は重要な工業の中心地となった。1960年頃からは観光業も盛んとなり、観光地としての重要性が増した。ありがとうございます。